ここが最深部か。記憶の結節が何を見せるのかはわからないが、それでも行こう。実証実験の時の記憶か。船のみんなと出会う直前の記憶だ。危険なアクセルトリガーを使い敵を掃討する任務だった。だがどうしてこの時の記憶が。痛い、苦しい、体が破裂しそうだ。意識がどんどん遠のいていく。こんなところで終われない。私は生きると決めたんだ。敵は多勢。アクセルトリガーの影響でタイの者たちは皆死んでいった。かろうじて生きながらえているのは俺とお前だけのようだな、ルル。敵の勢いは一向に衰えない。俺もお前もここまでなのかもしれん。死んでいった弟子たちのことを覚えているかと。人がその手で守れるものなどたかが知れている。涙などとうの昔に枯れ果てた。お前には俺が冷酷な戦機に見えたかもしれん。だからこの胸に蛍火のように残る記憶は確かに俺にもあるのだ。俺は戦うことしかできん。それ以外に死んでいった者たちに報いる術を知らん。故に立ち止まることも振り向くことも許されん。たとえどれほどの屍を越えていくことになろうとも、この剣で神々をほふることのみがたった一つ俺にできる英霊たちへの手向けなのだから。師匠、あなたはずっと死んでいった人たちの記憶と共に戦って私の意識が朦朧としている時にそんなことを語るなんて、あなたらしい。私も同じ気持ちです、師匠。この胸に宿る思
思いの全てを力に変えてみせる。託された意志を未来につないでいくために私は戦い続ける。気がしないな。共に行こう。過去を乗り越え、遥か未来まで。
ありがとう。お前のおかげで大切なことを思い出せたよ。答えはずっと私の中にあったんだ。埋もれてしまっていた光をようやく見つけ出せた。何かお礼がしたいんだが、私にできることはあるか？そういうことなら喜んで腕を振るおう。バランにいた頃の記憶は本当に辛いものばかりだが、これから先お前たちと一緒に道を切り開いていく力になるのなら、悪くなかったと思えるようになったよ。私が歩いてきた道は間違っていなかったんだ。これからも私はお前の隣にいる。どんな時でも。これがここから先の未来へ向けた私の最初の誓いだ。この手を取ってくれるか？ありがとう。さあ、今日の食事当番は私だ。みんなにおでんを作ってやろう。楽しみにしていてくれ。師匠、いつか必ず会いに行きます。きっとあなたはそっけなく背を向けるのだろうけど、その時は約束を果たさせてください。